はい、皆さん、こんにちは。青木です、えー。今日は、えー、結構今話題になってきている GM ワグミについて話していきたいと思います。えー、このコイン結構前々からツイッターで流れてきてたりして、で、あとフォロワーの方の名前にも GM ってついてたりして、個人的には、えー、結構気になってた仮想通貨になります。で、この GM ワグミの詳細についてなんですが、まず、えー、イーサリアムチェーンの ERC20 トークンで、 バイナンスチェーンとの相互運用の実装済みガス代の軽減ができるようになっているのも今後結構期待できる点だと思いますバイナンスチェーンの実装後にも別のチェーンの追加も考えられているようですねローン知事に50%をバーンされているので最初に発行されたのは1兆枚なんですが実質の発行量は5000億枚となっています で今動画撮ってる時点の時価総額ランキングは2946位まだまだ完全なミームコインだと思いますで GM ワグミが作られたのは2021年去年の11月8日にローンチされていますで,できて、えー、ちょうど今日で2ヶ月ですねちょうど2ヶ月で Twitter のフォロワーが6万人を超えて、えー、SNS 戦略が こうしたのかすでにに大きななコミュニティになっていますで2か月少しでここまで大衆に周知された要因として考えられているのがバイナンスの CZ さんやすでに上場している各取引所の著名人が「グッドモーニング」まあ、を略して「GM」っていうふうに、まあ、ツイートしてそれが GM を想起させたのが、まあ、要因として考えられているようです。 でそれを見たフォロワーが上場を予想して買い集めて大きな上昇をした流れになったんだと思いますね。であと先日水島ひさんも「グッドモーニング」を略して GM とツイートしたのかわからないんですけどで GM 保有をほのめかすようなツイートをしてたのでまあもしかすると GM 保有者かもしれませんね。でホワイトペーパーを見るとで既に完了済みの項目と今後予定されている項目を見ていくと。 最初の50%の GM トークンをバーンこれはローンチ時にバーンされているので完了済み取引所ユニスアップでローンチ、イーサスキャン、コインマーケットキャップコイン月光に、えー、掲載されているのでこれも完了済みですねで暗号通貨取引所 DEX、えーまあ、にも上場していてこれは随時まだまだ、えー、上場していく考えのようです でグローバルマーケティングと PR 活動で NFT コレクションのリリースバイナンスチェーンブリッジの提供まで進んでいるので今のところはホワイトペーパー通りに進んでますね。えー、NFT をバイナンスチェーンで送ることも可能なのでそこからメタバース内で NFT を運用できたりすると話題性だけじゃなくて機能面でも上昇しやすくなってくると思ってます。 で、えー、今上場してて GM が買える、えー、取引所一覧を見ていくと、えー、世界ランキング3位のバイビットにも上場していて、えー、界わいも注目してるアルトコインだと思います、えー、バイビット含む約20以上の取引所に上場してますねで最初は結構スキャンとか言われてたりしたんですけどバイナンスの厳しい審査通過して え、上場すれば、スキャンの可能性も非常に低くなるので、バイナンスに上場しさえすれば、今保有している人も、その上場上げに乗れば、え、大きな利益に狙えると思います。えー、バイビット OKEX、OK、ユニスアップゲートイオビットゲットにも上場してますね。で、芝居のトークンも最初はミニ、えー、ムコインと言われていて、今だと、えー、仮想通貨のメディアでも主要アルトコイン扱いされるまで、えー、自家総額ランキング、 伸ばしてきててき今は14位ですね、うん、ただつい数ヶ月前はトップ10にランクインするほどにまで、えー、なった、えー、旧トップミームコインだったので、えー、こういうバブル期での著名人が注目してるミームコインは、えー、コミュニティの強さと話題性であとバイナンス上場の可能性も考えると第2の芝居に続く、えー、ミームドリームになりうる可能性はあるかもしれませんね。 現に「柴犬のコイン」も最初はイーロン・マスクさんのツイートが話題になって同時キラーと、えー、まあ結構界隈で夢をつけるほどにまでなってで1年間で50万倍の上昇記録を残しています。仮想通貨はは本当に話題性は大事だと思いますね GM ラグビーも話題性だけで Twitter のコミュニティが2ヶ月で6万人にまでなって満島ひさんもツイートするほどにまでなっているので。 他のミームコインに手を出すなら GM ラグビーの方が可能性は高いんじゃないかなと個人的には思っていますちょっとチャート見ていくとチャートはねまだ深掘りそうなチャートには見えますね。冷やしで小回し要線割れてから前回下げ止まりよりも下落因線が大きくなっているので下落圧力は増しているように思います。 上昇転換するには煮詰まりを作って再度下を深ぶる長い下髭のスパイクローとかでしっかり底固めしてこないとまだ上昇は見えてこないと思います。もうレンジ割れてるので買うならスパイクロー出した後の小回し上抜けしてからでも個人的にはいいとは思いますね。 はい。今日は界隈デモを注目されてきている GM 番組について考察してみました。ご視聴ありがとうございました。青木でした。 今回私がチャート分析したほとんどの暗号通貨はバイナンスで取引することができますバイナンスは多くの暗号通貨のエアドロップにも対応しており信頼できる取引所になっています動画説明欄のリンク経由からの口座解説で永年手数料10%がキックバックされます国内取引所のフォビジャパンでは動画説明欄のリンク経由からの口座解説で1000円分のフォビトークンがもらえるのと 現在ウェルカムキャンペーンで5000円初回入金で5000円販売所取引で1万円取引所取引で1万円の計3万円相当のホビートークンがもらえるキャンペーンを行っています国内取引所のビットポイントでは国内唯一トロンとエーダの取引をすることができます2023年6月10日までスナップショットを行う予定であり100枚以上のトロンを保有することで ApeNFT トークンが毎月付与されます レンジブレイクを狙って大きな利益を狙いたい方はバイビットとディープコイン取引所がおすすめですディープコイン取引所ではディープコインの取引をすることができますこの2つの取引所は追い証がなくトレード資金以上の損失を出すことはありません世界初のクアントスアップ機能 プロトレーダーにトレードを任せるワンタッチコピートレード機能があるビットゲット取引所もおすすめです。ビング X では毎月お得なタラで手当がもらえるボーナスキャンペーンと季節に合わせたイベントを行っているので、Twitter の方も随時チェックしてみてください。動画説明欄にリンクが貼ってあるので気になる方は登録してみてください。Twitter と公式 LINE の方でもリアルタイムでチャートのことをつぶやいたりしするのでフォローお願いします。